今日はリュウジさんのツイッターを見て半熟とろとろ卵ポタージュというスープを作っていきたいと思います。生卵を1個落とし、よくかき混ぜてから線より少し上まで熱湯を注ぐ。これで出来上がり簡単。何分？1分かな。1分待ちます。はい、1分経ちました。わお、ちょっと膨らんでる。すごい。混ぜます。わ、美味しそう。出来上がりです。じゃん、出来上がりです、半熟とろとろ卵ポタージュです。速攻できました。はい、いただきます。うん、おいしい。結構ボリュームあるんだね、このスープ。ほっこりするスープです。今日は、仲間のバンドマンの結婚式の二次会に大ですね。いいですね、結婚ね。羨ましいもんですね。軽くご飯をね、その場で食べてきたんですよね。あんまりがつかなかったんですけど、お酒は割と飲みました。歌の余興とかも、ね、楽しかったです。
定番のビンゴ大会がありましてね、じゃじゃん、ゲットしました。ででで、ででん、じゃきーん、パックいただきました。パックもちもちになっちゃいます。これどうしましょう。しんのすけっていう、なんだっけな、なんかね、新潟の米のパックらしいんですよ。使わせていただきます。やったぜ。僕普段化粧水とかも使ってないんですよね。昔使ってたんですけど最近使ってないから嬉しいです。ライブ前はパックしようかな。はい、こんな感じです。飲んだ後にいいかなって思ったんですけど、飲んだ次の日の朝かなにいい感じです。飲んだ直後はそうでもないかな。美味しいです。それでは、話題のものもいろいろ作って試して食べてみたいと思います。美味しかったです。それではまた、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。